このですね、1億4000万円と推定されているのがですね、これ推定よりも上です。1億6000万円で買いました。私がやりました。NHK をぶっ壊す。さあ、読売新聞がですね、有権者の、候補者の掲示板、選挙をもてあわす行為許すなというですね、これ社説っていうんですかね、こんなものを書いていまして、まあ、もっともらしいことを書いてるんですけども、こういうですね、まあ、簡単に言えば批判記事を書いてるんですね。で、別にこう批判記事を書いてもらうのは全然構わないんですが、そもそもね、NHK 党が NHK の政見放送に出て NHK をぶっ壊す、受信料払うのやめようと、こういうことをですね、言ってることを一切読売新聞書かないんですよね。で、じゃあなぜこういう状況になってるかっていうと、これはまあ最近ちょこちょこで言い出してるんですが、NHK とですね、読売新聞には実は密約がありまして、このようなことをですね、まあ、密約かつお金で解決してます。こういうことをしてるんですね。これ相当古い記事ですが、私が NHK のスポーツ担当の経理をした頃のニュースです。2003年になるんですが、拡張を続ける海老沢 NHK 会長に再任3期目というこういう記事がありましてですね、海老沢勝司さん、私もお世話になりましたが、この方がですね、実は高視聴率が取れるプロ野球巨人戦中継にも乗り出した。日本テレビが独占した巨人主催ゲームを昨年初めて地上波過去 NHK 総合で5試合流した。今年は6試合で BS を含めると70試合中30試合放送するということでですね、 NHK がこの海老沢さんの時にですね、巨人戦を購入した。そしてですね、地上波での放送権は1試合あたり1億4000万円と推定される。民放が各他球団の対巨人戦は1億円が相場、それを大幅に上回るということで、このですね、1億4000万円と推定されているのがですね、これ推定よりも上です。1億6000万円で買いました。私がやりました。1試合あたり1億6000万円ですから、5試合を増やすとですね、ごめんなさい、1億6000万円でですね、ここですね、民放が買う場合の巨人戦は8000万円だったんです。8000万円。つまり、民放、巨人戦っていうのは、日本テレビしか買えません。持ってないんでね。日本テレビは8000万円。しかし NHK は2倍の 1.6 億円と。で、それを年間5試合。この年は、翌年は6試合ということなんで、8000万円高く。1試合購入して5試合や6試合、つまり4億や約5億円をですね、この海老沢勝司さんは、これもう一撃アウトですよ。ところが、私がこの件を内部告発しました。この2年後にですね。NHK というのは、こういうところは民間企業という扱いになってですね、立花が内部告発をした。どうして NHK が読売新聞社にジャイアンツ戦を2倍の1試合あたり 1.6 億円で買ったことをばらすんだということで、私は1ヶ月の出勤停止処分、懲戒処分を受けたんですね。で、ここ本当にひどい話なんですよ。だって読売新聞に対して必要以上のですね、お金を払うわけですよとね。僕は内部告発をした。僕の年収これですよ。年1年間の収入、これ立花隆のここね、1149万円ももらってたんです。これ平成14年ですから、今から12年前、35歳に時に NHK からお給料を年収で、まあ月収にするとほぼ100万円です。35歳の立花隆がもらってたお給料が年収1150万円だったんですね。で、それぐらいのお金をもらいながらも、僕はこれだけの高額のお金をもらっていたから NHK を辞めたんです。ごめんなさい。ちゃんと内部告発をしたんですよ。これおかしいと。海老沢勝司さんが読売新聞に年間4億円もの無駄なお金を払ってるって内部告発をしたら、このように、まあ実質上はクビになったんです。辞令書、立花隆殿、願いにより、ね、退職とします。実質これクビですよ。平成17年7月31日。こういう形でですね、懲戒処分ガンガンしてきたんですね。